たくさん咲きました。今度見に来てくれますか？アドル、あれ、そこはウルと言って。ところでラーバさん、エメラスケンということ、ブランツ様に会集団に立っ。おい、あつ、この酒場隙を見つけ。リモージュの酒場で負債の、そんな、今でも安心して。あのチンピラたちまでブランチ様を恐れるとはな。そりゃそうよ、ブランチ様はあの伝説の銀狐なんだぜ。銀狐？確か三日三晩にわたり数百もの魔獣たちと戦ってタイを守り抜いた。3年前になる。その時バスラム紹介。ブランチ様、一番ブランチ様、薬持ってきました。とても貴重な薬で、安くても1000金貨です。金貨1000枚。人脈を通じて他のリディアが尊敬する人、訪ねてみましょう。ブランチ様もローラ、ブランチ様が薬を、ローラ様、ええ、そう、エメラス剣ですか。またエメラス剣、実力を証明。グラナバリ、ここから確認できます。武器の箇所を選択してください。所有済みのソウルカードを強化ボタンをタップしましょう。ソウルカードは強化すると大幅にパワーアップしますよ。ここをタップしてスキルをレベルアップしましょう。魔獣が町の住民に被害を出す前に早く倒しに行きましょう。白空山、わら、なぎはる。とどめだ。
もらった。リバルト、精霊たちの地味と解除、攻撃開始。とどめだ。くらえ、なぎはら、熱風剣。今、白座くらえ。とどめだ。てい、受けてみろ。次のステージに挑戦しましょう。この骸骨の戦士たち、辺り一面が輝きを、なんてまかまか。それにオルハ、オラと、トースもうベイク兄さん、アリックおじさん、イーシャ、逃がさない。とどめだ。白虎山、ゴラ、アギハラ、熱風剣。ソウル式。これを使用して、元素シールドを獲得できます。白虎山、ゴラ。オルハは地面に膝もあります。周囲オルハ、ごめん、これから。私は必ずレダ族の誇りにされる巫女になります。お母様、イーシャは先に戻りなさい。おじさまが心配しているわ。森の奥では人いここそれ矢のここもお願い、大事ないゆえが、ここか。イーシャ、イーシャ、今もらった。白座、なぎはら、受けてみろ。どうか無事でいて。とどめだ。白虎山、ほら、なぎはら、今だ。熱風剣。バーチャ、エルースト様に勝てるわけないじゃん。いい、ソウルスキルを使用して、もう手を差し出すぞ。ゆえは負傷し、イーシャ、姉さん、オルハはイーシャ、イーシャ、プーイ、姉さん、私は必ずレダ族の誇りにされる巫女になります。お母様、オルハ、巫女にとって一番大切なことはその身に宿した人力ではない、強き心を持つことよ。オルハ、どうして森のほか、オルハ、オルハ、わか、ここだわ。ブルム、もしお母さんがおる、ダメよオルハ。レティド、逃がさない。もらった。白虎山、ほら、ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。あ
家族の誇りにされる巫女になります。お母様。